久しぶりのこの感じでのくるちょもチャンネル、茨城のスーパールーキーチョモラテがお送りいたします。くるくる、今日はですね、日本のナンバーワンミスマッチコンビ代表くるちょもチャンネルの私チョモララテがですね、なんとまあとんでもなくミスマッチな飲み物を見つけてしまいましたので、お前らは俺たちのようにミスマッチの壁を乗り越えて最高のパートナーであれるかを検証していきたいと思います。ということでこちらです。メロンミックス。検証するまでもない。無理やろ。いや、無理やろ。語呂だけで言っとるやろ、完全に。こんなもんほんま。いや、レモンとメロン、合うわけあらへん。なんやったら、生ハムメロンよりも合わへんのちゃうか、これ。いや、無理でしょ。いや、飲むまでもないでしょ。飲む。言っときますか。CC レモンはすごい好きで、まあでも炭酸は結構苦手なんで、ちょっと炭酸抜けたぐらいをキンキンに冷やして飲むが好きなんですけど、いや、そこにメロンはもう相当邪魔しに来てますよね。うん。足引っ張るしかないと思うんですよ。あとまあ味の想像もつきにくいよね。レモンとメロン。レモンメロンミックス。まあいいよ、心は。うん。いいですか。じゃあ、早速、飲んでいきたいと思います。ということで行きましょう。レディゴー。くるちょもチャンネル。じゃあ早速プッシュしたいと思いますね。うん。CC レモンの匂いかなって思ったけど、うっすらメロンっぽい感じしますね。うん。メロンっぽいというか、メロンソーダっぽい感じ。でもメロンソーダってあれね、メロン入ってないですよ。メロンシロップをサイダーにぶち込んでるだけですからね。メロンシロップ、メロン成分ないですからね、色だけ。とりあえず、CC レモン、メロンミックスが、くるちょもチャンネルになれるのか、ちょっと試してみたいと思います。いただきます。微妙。うまいのか、まずいのか、どっちかに振り切っといてくれたらよかったんですけど。まあ飲ませていただきました結果、めちゃくちゃ微妙。スーパーに死ぬほど並んでましたけど、めちゃくちゃ微妙です。CC レモンが好きな人は飲まない方がいいかもしれないし、メロンジュースが好きな人も飲まないかも、飲まない方がいいかもしれないし、微妙すぎて噛む。ということで、もしかしたらね、こうやって最初はいやもう全然ミスマッチで微妙って言われるかもしれません。俺たちくるちょもチャンネルだってそうでした。でも今となってはかけがえのないパートナーです。もしかするとくるちょもチャンネルのようにどん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 こう飲むたびに良くなっていくのかもしれないですよね。ならないです。ありがとうございました。僕らを支えてくれる人たちがいるから、また共に歩こう。
何味やねんこれ。